山崎の意識の変化にはある理由があったそれからも山崎は力強い投球でセーブを重ねチームを支え続けた、えー、神奈川県横浜市出身なものですからもう物心ついた時から横浜ファンとというところがままずあります今私43歳ですけどもこの年で、えー、まさかその応援しているチームに。 何かこう携われるという機会がここまでこんな巡り合わせがあるのかなということでまあもう喜んであの即答ではいもう本当に即答でえちょっとあの被せるぐらいの勢いでやらせていただきますとお伝えさせていただきましたでも人生で一番最初にこう応援するとかあの熱を入れる ものだったんだと思いますね。ただあのこの仕事がちょっと忙しくなった数年間はですねあまりあの外でファンとは言わないようにしてて実はですねあの小学生の時とかはもうチームのもちろん中継ぎ当たり前2軍にいる選手ぐらいまで覚えてましたし大体もう選手の打率も言えるぐらいだったんですね。あのスポーツ誌で全部チェックして それぐらいの自分がいたにもかかわらずここ数年の私はちょっと仕事優先であの応援はしてるけども結果だけ見たりとかちょっとこれはファンとして言ってはいけないなと本当のファンの皆さんに失礼だなということでそれぐらいあの好きですし好きな本当に応援しているもっと好きな人たちに失礼だと思ってファンとは言わないでおいたんですけども,もう来年からはもうこのお仕事もさせていただきましたし、えー、やらせていただきましたし,しっかり言おうかなと思っております。 なんだろう不思議なんですよね多分勝ったり負けたりがなんか生き物っぽくて <laughs> 7.5ゲーム差を縮めたあ詰めたあのナレーション読んでる時はちょっと感情が入りすぎてましたねあの原稿を変えるぐらい、はい、0.5差をちょっと言いたくなってましたね7.5差を詰めて0.5差首位巨人に3連勝して0.5差これはどうしても大きい声で言いたくなって何回も言いたくなりましたね。<laughs> 去年ままでも見させてもらいましたけど それも思ってたんですけど、筒香選手がここまでねあの実は発言し行動しやってるのはすごく今回の映像見て特に思いましたね VTR を作ったりとかあの語りかけみんなを集めての、ね、声がけというか雰囲気づくりというかそれにあの触発されてその下の世代の選手たちも選手の皆さんも自分発信、えー 自立を促されてやっていく姿はいいなと思いました。なんかそのかそれはやっぱり試合だけ見てたらわからないことですから、うんそこは見応えありましたね。多分ファンの皆さん本当に感動というか嬉しい映像がたくさんあるんじゃないですかね。ベースアーズファンの皆さん、えー、室津義と申します。役者やっております。 えー、小学生物心ついた時から横浜ファンで実はやらせていただいております今回「フォーリアール」ドキュメンタリー映画ドキュメンタリー映像のナレーションをやらせていただきました私こういう時ですが、えー、私,私なりにも応援している身でありますので自分の気持ちをある意味本当の高い感情は押し殺しナレーションの仕事で徹しましたが本当にいい映像いい映画が出来上がっておりますぜひ皆さん楽しみにしていてください室ロツヨシでした。